アンドレエルブリオフによるイコン、イタリ生産者イタリ生産者セセルギー、大修道院内にあるイタリ生産者大聖堂。1422年から1423年に建設された。イタリ生産者大聖堂とは、イタリ生産者を記憶する、聖教会の大聖堂。当記事では、非カルケドン派のものも含めた、世界各地に存在するイタリ生産者大聖堂の、 一覧を掲載する。大聖堂のみならず、修道院や、通常の聖堂にもイタリ生産者を記憶する、イタリ生産者修道院、イタリ生産者聖堂、イタリ生産者協会は数多くあり、当記事の一覧でも、若干扱う。イタリ生産者とは、三位一体の神を意味する、日本聖教会の用語である。三位、一体それぞれの語は、日本聖教会でも起避されないが、 三位一体のように、セットで用いられることは、日本正教会では稀であり、三位一体聖度、三位一体大聖堂といった表記は、日本正教会では用いられない。単に、生産者とも、方針例では呼ばれるが、修道院や、聖堂の名には、至り生産者を用いる慣例がある。トロイツキー大聖堂もしくは、トロイツキー聖堂とも呼ばれるが、これはロシア語で、 イタリ生三社を意味する形容詞を、そのままカタカナで転写したものである。したがって、ヒスラブ語圏の聖教会のイタリ製三社大聖堂には、トロイツキー大聖堂との呼称は滅多に使われない。イタリ製三社大聖堂各国ごとに挙げる。国名を冠した、聖教会名の並びは五十音順。修道院、及び大聖堂ではない聖堂も含んでいる。 エルサレム南極アディスアベバのイタリ生産者大聖堂、ありがとうございます。